それでは、宮崎駿監督ご挨拶をお願いいたします。僕は何度ももうやめると今まで言って騒ぎを起こしてきた人間なので、どうせまただろうと思われてるんですけど、これは今回は、本気です。だってこれこのままね、そんな老け込んじゃうじゃん。そうしないとつまんないからじゃない結局そういうことだと思うよ俺。それはね、確かに引退ってことを言ったけれど、いやいや、もうね、やっぱ死ぬまで作りたいんだと思うよ。違うところ行きたい。ボロしかない、ケムシのボロ。だんだん逃げ道がなくなってきて、まあ、それはもう、そこでどんだけ戦うかだよね。俺は未来永劫になれないなと自信を持って。長編ってのは何本も作れるものだとか、今後のことも考えてなんか嘘だったりとか、一本作れたらそれで幸いだったと思うしかないもんだ。やったけどダメだったねと、まだマシなんだよ。これは終わりません。はい。鈴木さん、作るの？映画を。